どうもこんにちは、マスさんです。では前回の続きね、もう、ゲンガーを捕獲しますから、今から。僕は。決めました。もうあいつと捕まえます。まあ、捕獲装置あるんで、逆にでもあの捕獲装置どうやって捕まえるんやろって感じだけど、注射器みたいな。イベント？あー、ちゃうんかい。まあ、あとはあいつのところで、多分イベントが発生するっぽいんですよね。さあ、来い！あれ？あれあれあれ？ピカチュウどうしてくれんねん、これ。この問題は解決済みだな。解決済みやのに、ゲンガー捕まえられへんかったで。まあ、とりあえず、ドロシーに聞きましょうか。ええ。何かしら。あれ？ゲンガーおるけど。あれ？これ、どうしたんやろ。まあ、とりあえず、おいおいおい、使うってことこれ。ゲンガーを捕まえる。うん。作戦が必要そうだ。作戦？作戦が必要ってことはまあ聞かなあかんのか。どうなんやろな。まあ、とりあえず解決したんやけど聞くか。おう。フリッジュ手伝う？いや、今、そんな場合じゃないやろ。ちょっと待ってよ。よし、次にやることが決まったな。うん。いや、捕まえるの分かってないって、俺も。この問題は解決済みだ。で、捕獲装置をさ、どうやって使うんかっていうのは問題なわけであって、あれ？ちょっと待ってよ。探偵は体力勝負。まあ、体力勝負やな。いつでもどこでも体を鍛えるんだ。もう体鍛えても何も技使わへんかったら意味ないっていうね。これどうしたんやろうな。ちょっと待てよ。操作リストで捕獲装置、特殊なネットを発射するドロシーさんが開発したポケモン捕獲用の装置、これどうやって使うんやろ。マジで。じゃあ捕獲装置はあるんやって。もう弦がおるやって後ろ。運試しでもする。運試しはもう。さあ、表か裏のどっちだ。いやー、まあ表でしょ、今回は。なんとなくね。来いよ。おい。ついてないな。うわー。外れだ。マジか。もうどうでもええわ。ここになんかあるとか、もしかして。あ、来た。来ましたよ。銀ギラ。現れた。銀ギラ。銀ギラ銀さりげなく。逃がさねえぞ。しゃ、ゲンガーを捕まえろ。来たよ。これ多分 A 押したやつやろ。ゲンゲロ。おっしゃ、グッド来たー。うお、ネットなんや。雲の糸みたいなね。やったね。こんなもんよ。早速話を聞かせてもらおう。ゲンガーめっちゃかわいそうだけど。ゲンガーかっこいいですね、今。やったな、ティム。ゲンガーを捕まえたぜ。早速情報を聞き出すぞ。オッケーオッケー。もうね、犯人捕まえてる。あとはもう尋問していってね。真犯人暴け。推理メモ新しい。よっしゃ、行こう。ゲンガーのパートナー、それがクロ。誰なんやろ、ほんまに。おそらく研究員の誰か。うん、そいつの化けの皮を剥がしてやろうぜ。よっしゃ。まずはゲンガーに知ってることを吐いてもらわないかな。まあまあ、もうそれが一番大事だな。それが一番大事だから、これ。よっしゃ、ついにもう迫りますよ。長年のね、時間をかけて僕もやってきましたから、やっと捕まえたぜ。観念しな、もう逃げられないぞ。ゲーンってゲンゲン言うとおばちゃうで。さあ、話を聞かせてもらおうか。どうしてあんなことをしたんだ？まあ、そのパートナーがほんま誰やねんっていう。ゲンゲー。何？ちょっとしたいたずら？そんな可愛いもんじゃないだろ。一体オーロットに何を食わせた？ゲン。友達がくれた激辛の木の実？友達っていうのは誰なんかっていう話。嘘を言うな！ゲンゲン。ふむ、本当に知らなかったのか。だからゲンガーは悪気はなかったっていう。もうそのパートナーが悪いと。
いい友達がいるみたいだな。もうその友達。友達ってのは、誰なんだ？ゲンゲン。ん？白い服を着た人間？やはりスタッフの誰か。か。おい、他の特徴も教えてくれ。ゲン。わからない？仕方ないな。他に覚えてることは？何でもいいぞ。ゲンゲン。ふふん。そいつはいつも、資料室の仕掛けを動かして、お前のところへ遊びに来るのか。仕掛け？なんだそりゃ。なんだこりゃ。なんなんやろ。どんな仕掛けやねん。それを暴けばそっから、そいつに会いに行けるもんな。詳しく聞かせてもらおうか。ゲンゲンゲー。ちょっと変わってっきょんな言葉が。何？資料室の真ん中の棚？背表紙に、黄、青、緑、赤のマークがついた本があるって？ゲン、その順番に傾けると、仕掛けが作動する？ほう、そして何が起きるんだ？ゲンゲン、何？喋りすぎた。守る欲作だから、もう言えない。あとはこっちで調べるか。おー、資料室の秘密がこれで。いやー、なんて言った？黄、赤、ちょっと待てよ。秘密が、黄、青、緑、赤。黄、青、緑、赤ね。こっから。こういうの楽しいよな。黄、青、緑、赤やったっけ？黄、青、緑、赤。ガチ来た。みんなの前では中庭の事件は解決ってことにしとけよ。犯人に警戒されたくないからな。さあ、資料室に行ってみようぜ。しゃー、来たー。いよいよ来ましたね。隠し扉パターンね。ここ、真ん中の。ここや。右上に青の四角。左上に木の三角、逆三角。真ん中に赤の三角。左下に緑の四角だね。ああ、ゲンガが言ってた順番で傾けてみようぜ。ちょっと声があれですけどね。黄色。緑。青、赤やったっけ？赤、青か。赤。ちょっと待って。黄、緑。あ、ちゃうわ。黄、緑。ちょっと待って。操作リスト、ちゃうな。もう一回見とこう。黄、青、緑、赤か。黄、青、緑、赤。黄、青、緑、赤ね。よっしゃ。黄、青。緑。これどうなるんやろな。隠し扉。ここだ。来たよ。こんな仕掛けがあったのか。ってことは第三者。隠し通路みたいだな。やばいなこれ。一体どこに繋がってるのかな。まあ、とにかく行ってみよう。よっしゃ。そうだね。なんか罠とかあるんちゃうん。でもこんなん、いや楽しくなってきましたよ。どんどん。ずいぶん薄気味悪いところだね。怖っ。ホラーやん。お、扉があるぞ。開けてみろ。さあこの先何が待ってるのか。行くよ。来いよ。地下研究室。音楽も変わりましたよ。誰もいないみたいだな。ゲンガーはこの部屋を守っていたのか。ぽいな。なんだろうこの装置。オーロットが暴れた原因と関係あるかもしれないな。ここで実験が行われとったみたいな。おー、調べる感じですか。いやこれはちょっとおもろそう。おノートがあるよ。研究にしちゃって。やっぱりこの部屋は犯人の研究室？ちょっとノートを見てみよう。おー、めっちゃある。2月13日 AM2 時30分。去年の日付だよ。資料室で調べ物をしていて、昔の研究所の資料から偶然この部屋の存在を知った。この部屋は昔のスタッフが秘密の実験に使っていたらしい。あー、PCL は昔ポケモンが大暴れして、閉鎖になったと聞いたが、関係あるのだろうか。まずはこの部屋の資料を読むとしよう。
4R 3月19日 AM 4時22分どうやらこの部屋ではポケモンを強化する薬 R を開発していたようだ。もう麻薬みたいなもんね、これ。 R の効果は一時的で副作用も強い。ドーピングやな、これ。だからこのままでは実用的ではない。だからこんなに面白い研究はない。だからもうね、そういう風に悪い方に多分もう惹かれてもだよな、こいつ。研究所の仲間にはしばらく内緒にしておく。うーわ。4月、8日 AM 11時謎の人物からコンタクトがあり、おー、謎の人物来た。原因を特定されずにポケモンを暴れさせられる薬がないかと聞かれた。随分と高値の申し出だ。この研究を続けるにも資金は必要だ。幸いなことに効能も向こうの要求に合っている。あー、それでどんどん。ゲンガ8月26日 PM 4時21分21分なんや。この部屋に入ると先客がいた。マジで？あ、ゲンガーか。ゲンガーだ。昔いたスタッフのパートナーで、研究所が閉鎖されてからもずっと一人でここに住んでいたようだ。しばらく外に出ていた様子なので、それでこれまで会わなかったのだろう。ほんほんほん。ゲンガーは監視カメラに映らないので PCL と外を自由に行き来している。移転計画。10月12日 AM 2時8分ダメだ。人目を忍んでの研究はおそおそとして、おそおそって読むかな俺。まあわかんないです。ちょっとおそおそかな。として進まない。父としたかもしらんが、わからんけどな。まあ、調べてくださいね、これは。どっか別の場所にこの装置を移し、落ち着いて取り組めるようにしなければ。まずは装置を解析して、移転できるようにしよう。こっから多分もう分かってくるわ、誰か。6月19日、PM、12時5分、0時5分。これって最近の日付だね。ああ、俺たちが来た時だな。ついに装置の解析終わった。これで R 製造機を移転できる。好きに研究できるようになるのだ。ん？終わったぞ、これで。研究日誌。これ結構重要な。さっきの日誌によれば、この装置は R を作るためのものらしいな。父さんこれを追ってたんだね。あ、おそらく針がその途中で犯人の手にかかったんだ。犯人め、きっと見つけて、問い詰めてやる。おい、力こもっとんで。うん、ここにもある。ずいぶん古いノートだよ。研究が記録されてる。PCL が立て直される前のもの、みたいだな。署名があるよ。ジョン・ワールスだって。ん？どこかで見た名前だな。とりあえず読んでみよう。ジョン・ワールス？なんか見たよな、確かに。この薬はいくつかの原料を混ぜ合わせ、低温で1日、熟成させることで作られる。効果も上々で、これを投与したポケモンの基本能力が、一瞬だが強くなった。強くと言ってもほんの少しだが、ほーん。より安定した環境で実験するために地下室を作った。やはり地下室は地上よりも温度が安定していてやりやすい。強い効果が得られる。薬の生成法を発見した。助手のミスにより1日の熟成を1週間も放置してしまったのだ。それがかえって有効だった。測定してみないとわからないが、相当な力が出ているようだ。はあ、問題は投与後に一時的に技が弱くなってしまうことと。これピカチュウ。持続時間が一瞬ということだ。まあ、技が弱くなったってか、技使えへんもんね、ピカチュウの場合。ダメだ。どうしても効果は制御できない。温度や時間などあらゆることを試しているのに。はあ。古びた研究日誌。これで終わり？もうないよな。ん？見て、ピカチュウ。オーロットのお昼の残りだ。ああ、オーロットはこれを食って暴れたんだ。ゲンガーのやつ持ち去って、ここに隠したんだな。もう完璧に状況証拠は。来た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 。どうしたの、ピカチュウ。来たよ。研究日誌、アンプル。あの時実験できたのは。え？来たよ！これ待ってました、僕は。すげえ、そのジョークと共になんでそれが反応するんかがわからん。あいつだ。誰？ティーム、わかるな。あいつだ。いや、わかってへんけどな、まだ。わからないか？犯人はこの部屋を使ってたやつだ。それが誰か、この部屋にある証拠からわかるぞ。まあ、証拠ってことは、アンプルじゃないやろ。古びた研究日誌。そう、研究日誌だ。書かれた日付によれば、
俺たちが PCL に来た時、犯人はこの地下室にいたんだ。だがここで拾った情報だけじゃ証明には不十分だ。もう一つ最後の証拠が必要だ。最後の証拠？ああ、あの時間に犯人がこの部屋にいた証拠だ。それはここを出て、ある場所で確認できるな。ピカチュウ、やけにもったいぶるね。ああ、お前の推理力を見せてもらおうと思ってな。さあ、地下室と出ようぜ。はい、というわけでね。まあもうちょっと時間が来てしまって、まあ、最後ね、犯人、もう次の時にはもう解決できると思うんですけど、もうワクワクしてきましたね。まあ次、地下室から出て、真犯人をね、暴き出したいなと思います。というわけで今回は終わります。ありがとうございました。